ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。1月場所も序盤5日が終わったね。そうだな、琴ノ若がかなり良さそうだな。そういえば、今場所で何か気になることある？今場所の序盤ですごい異変が起こってるんだ。これはもしかしたらすごく大きなことかもしれないぞ。え？何かすごいことが起こってるの？ちょっと今日はその異変について解説していこう。ちょっとどんなことか気になるので教えてほしい。じゃあ、その異変について解説していくので、ゆっくりしていってね。いきなり答えを言ってしまうが、今場所の重量以上の決まり手で叩き込みが5回しかないんだ。それって少ないの？むちゃくちゃ少ないぞ。これは2014年から23年の決まり手の比率だ。叩き込みって意外と多いんだね。叩き込みは 9.1% で第3位の出現度だ。でも今場所はまだ5回しか出ていないんだ。単純に比率で考えると重量以上で1日3回程度出るのが叩き込みだ。1日3回で5日終わったから15回くらいやっていいはず。そういうことだ。しかもこれは最近の場所と比較しても圧倒的に少ない。ここ最近はどんな感じだったの？このグラフが最近10年の場所ごとの叩き込みの発生数だ。最近10年で一番少ない場所でも28回なんだ。しかもこの場所は九重部屋や宮城の部屋などいくつかの部屋がコロナ感染者を出して強制休場になってるので、そもそもの取り組み数が通常の8割程度しかなかったんだ。それだったら多少は少なくなるよね。実際にこの場所は比率も低いのだが、今場所はそれよりもはるかに少ない。ちなみに今場所の5回はどの取り組みだったの？ユーマ王将海、玉将皇琴恵光、大野里武将山、湘南の海域山本、北斗富士浦の5番だ。初日の3回、2日目の2回は普通って感じだけど、3日目から3日連続で叩き込みがないんだね。そうなんだ。2日連続ゼロは時折あるのだが、3日連続となると平成23年5月場所5日目7日目まで遡る。しかもこの場所は八百長問題の影響で出場力士が少なく、やはり取り組み数が少ない。その前になるといつになるの？平成3年11月場所9日目11日目まで遡る。要するに32年ぶりだ。相当なレアケースだね。でも、何か理由があるのかな？たまたまそうなっているというのもあるだろうが、ちょっと理由を探ってみたぞ。それは何だろ？これは最近3年間で叩き込み勝利比率が高い力士だ。東白龍比率高すぎ。これを見て気づくことはあるか？引退したり幕下に落ちた力士もいるね。高徳山、対馬灘、紀宝、矢後、千代の海は幕下だな。千代太夫、千代大鳥、千代の国、東龍は引退した。じゃあ、今場所も重量以上にいる力士はどうだろう。東白龍、友風、大昌磨、ユーマ、玉昌鳳、一山本。あれ？すごく少なくない？じゃあ、今場所も重量以上にいる力士はどうだろう。序盤は全員黒星先行だ。ってことは叩き込みが多い力士が引退したり、幕下以下に落ちていたり、今場所調子が良くなかったり、おそらくそれが要因じゃないかな。さらに言ってしまえばだ、グラフに載せていない叩き込み 18% 未満の力士では、 17% の湘南の海が1勝で、同じく 17% の千代栄は3勝しているが、やはり 17% の高安は1勝と叩き込みが多い力士が軒並み黒星先行なんだ。ってことは、増えた決まり手があるってことかな？押し出しの比率がかなり上がってる。そして突き落としはほとんど変わらないのだが、送り出し、押し倒しも微増している。これって結構、意味深じゃない？そうなんだ。たまたま畑の多い力士が不調なだけかもしれないが、押し出しが多いのは叩かせないで押し切れているとも言える。そして畑よりかわして後ろにつく送り出し、差しては相手に引っ掛けて決める肩透かしが増えているのも興味深くはあるな。もしかして叩き込みが増えてきて、叩きを食わない力士が増えてきた？叩きという技が通用しづらくなっている。それで叩き込みを得意とする力士が勝ちづらくなっている。その可能性もあるかもしれない。こういう仮説は成り立つかもしれない。叩き込みで決まる相撲って、なんかあっけなくも見えるけど、この目線で見てみたら叩き込みが興味深くなるかも。そうかもしれないな。ちょっと今場所はここから叩きを得意とする力士が、巻き返せるかにも注目してみたいな。中盤の注目は琴ノ若や朝乃山じゃなくて叩き込みだ。それは何か違う気もするが、中盤以降もいろんな目線で1月場所を楽しんでいきたいな。チャンネル登録やコメントお待ちしております。